取り上げていきたいと思います。今日オープニングではですね、少し火曜日にも特集をした愛知トリエンナーレ、名古屋市で開かれたんですね、はい、その話をちょっとしたいんですが、その話をちょっとする前にこの愛知トリエンナーレについて火曜日に取り上げた際に僕作品一つの作品、遠景を抱えてっていうその作品のその説明の中でですね、天皇の像というものをコラージュしたその作品というものが、美術館にこう展示されていたけれども、それが、抗議などを受けて、焼却処分になったというような端折った説明をしてしまったんですね。これは非常に不正確な説明で、実際には、これは展示はされなくなったけれども、作品そのものが焼却されたのではなくて、その美術館が所有していたその図録っていうの分かりますよね、はい、そうした作品が展示作品を順番に、はい、見れるやつですね。そうですね、その図録を、焼却をしたというような経緯があるというふうに説明すべきでした、うんうん、不正確でした、うんうん、でこの図録が焼却されたことによってむしろそれ以外の作品で図録にしか紹介されてないというか、はい、図録に紹介されている貴重な作品なども確認が困難になったというような経緯もあったりをするということで、そうした経緯も含めて今回の表現の不自由点その後にはパネルでそのあたりの解説が掲示されているということになっているんですね、はい、なのでそのあたりのその補足と訂正をしておきたいと思います、はい、他方で、その愛知トリエンナーレ、火曜日に特集をして火曜日にね表現の不自由点その後が再開されて、でこれ表現の不自由点その後だけではなくてその不掲載というか展示が取りやめになったことを受けて他の展示を行っていたような多くのアーティストの方々も、作品をこう引き下げるというか展示を非公開にしたという経緯もあったんですが、それが再開されたわけですね、はい、でも一方でそれに対してその名古屋市長のその河村隆氏が座り込みという名の数分間美術館というかその展示が行われる会場の前にやってきて、パネルを受け取ってそれを掲げてシュプレヒコールをして帰っていったという事件があるんですけれども、今日もある意味その抗議活動のようなものが継続されていたようなんですね。で、権力を実際に持っている側、市長とか県知事とか、政治家でもいいんですが、そうした方がある意味抗議者になるっていうのは、これは実は非常に盗作をした構造になってしまうわけですよ。というのは、その権力を持った側が何々をするなっていうふうに発言をするということは、その対象が例えば国や県に対して向けて行っているのであればいろんな意味を持つわけですね、で今回は市長はあくまで県に向かって叫んでるんだというようなそうしたようなその、構図を作っているわけですけれども、しかしその声を向けられているのはまさにその展示が行われた会場に向かって展示を行っているアーティストやキュレーターに向けて叫ばれているということになるわけですよね、そうすると今度は権力を持つ、具体的な予算の権限とか、そうした権限を持つ人たちがこの表現をするなというメッセージを直接的に、市民であるとか、つまり鑑賞している市民とか、あるいはキュレーターや美術家の方々に向けて行うということになるので、そのメッセージの意味というのが、簡単に取り扱ったいいようなものではないという慎重さが求められるものではあるわけですね。そうしたその動きも含めてこれから土日までか、今週末まで愛知トリエンナーレ行われるということですけれども、まだまだその言論の行方などにも注目をせざるを得ないという状況になっているなと思います。で、その中で今日また一つ少しちょっとした動きが主にウェブ上で起きていたんですけれども、それはですね、愛知トリエンナーレの企画展の中で、表現の不自由展その後、そこに出展をされている、気合100連発という作品があるんですね、はい、これアーティスト集団チンポムによる、作品、映像作品なんですけれども、この映像作品の中ではその震災原発事故直後に福島に住む方々とそれからアーティストの方々が円陣を組んで、掛け声を掛け合っていくという、そういった作品なんですね、はい、でその作品の一部のセリフというものをカットアップ切り取ってウェブ上で批判が高まっていると、でその一部というのは、被爆再興っていうような言葉が使われていると、でこれは福島に対して差別的だとか福島ヘイトだというような仕方で攻撃が高まっていって、この不自由点その後に対する攻撃への加速を促しているという状況があるんですね、はい、でこれ実際にどんなものなのかってやっぱり見ないとあるいは聞かないとわからないということもあるので、今回はですねスタジオに
この作品を作ったアーティストユニットチンポムのリーダーの後ろ龍太さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで改めてなんですけども、この、気合100連発というのはどんな作品なんですか？気合100連発作ったのは2011年なんですけれども、はい、さっきおっしゃったみたいに、要するに原発事故の直後ですよね。で、1ヶ月、まあ、2ヶ月弱ですかね、1ヶ月、うん弱あたりのタイミングで福島県の相馬市っていうところでこう作られた作品なんです。はい、で、はい、まあその時のまずその日本のアートの状況っていうところからちょっとやっぱり考えた方がいいと思うんですけども、そのタイミングの時ってやっぱりもう圧倒的なその例えば津波とか災害とか原発事故とか、うん、そういう中でもうたくさんそのやっぱり犠牲者だったりとかね、で困ってる人がたくさんいたりとかして、でアート界の中でもそのアーティストを中心にその要するにアートってもう何もできない、こういう状況の中ではっていう、でもう例えば救えないとか食べさせられないとか、うん、で食べ物と食べれるわけでもない、で結局そこでアートって無力だみたいな、そういうすごく風潮が高まっていた時期なんですね、うん、自粛ムードとかもあったりもしましたしね。そうですね、うん、でまあそれは僕らもはっきり言ってそのアートがね、そういうふうに食べれたりとか直接的に彼らをこう救えるようなものとかになんかこう還元できるものではないのは分かってはいて、でその無力感っていうのももちろん受け止めた上で、でもまあ行かないと、でやっぱりそれはアーティストとしてというよりも普通にまずは人間としてボランティアだったりとか、その食料届けたりとか、そういうことをまずまあした方がいいんじゃないかと。でその中からいろんなことが見えてきて、でその例えばアートにつながっていくってことがやっぱりあり得ると思っていて、うん、でその相馬市でそのまあそこの若い子たちですよね、はい、20代当時の方々なんですけどもに出会いまして、でなんか魚を自分たちで言ってたんですよ、うんうん、で相馬市の状況は当時は要するにその警戒区域が30キロまでこう設定されていて、はい、でそこからこう近かったこともあって、で外からのボランティアっていうのがまあ、十分ではなかった。つまりだからボランティアとして来るのにも、うん、やっぱりそこに来るっていうのはちょっとなんかっていうふうに思ってた方がたくさんいて、で彼らはもう被災者もなんですよね。でそのまあ後で聞いたところによると、やっぱりそれは例えば身近な方々だったりとか、例えば家とかね、そういうこととか、その知ってる方々もそこでこう失われてしまったっていうような状況の中で、それでもその自分たちでつまりもう復興をしていくしかないっていう、そっちの当事者にもなっていたんですよ。はい、で、その魚を売っていて、で、そのなんか売っていたっていうか、確かあれはあげていたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、で出会った時に話をしたら、そのすごく前向きなねエネルギーっていうのを感じまして、でやっぱり自分たちも含めて、で彼らももちろんもっとなんですけれども、やっぱりまあ頑張りたいですよね、でそれで、まあ、気合100連発やろうよっていうふうにこう言ったんですよ、はい、だから僕らとしてやっぱり最初例えばアートをねその作る時にはいつもこうアートの文脈とかそういうことを考えてくるんだけども、そういうことではないなんかこう行為を彼らとしたかった、でそしたらまあ彼らがすごくやっぱりやろうやろうってなって、でその漁港の町なんで、はい、その港でやろうってこういうふうに提案してくれて、でその彼ら6人がガーッと来てくれて、軽トラに乗って、でそこでこう漁港で気合いをエンジン組んでアドリブでやろうっていうふうにしてでやったんですけれども、はい、でまあもうその当時なのでもう船が乗り上げていて、それでもう港ももうぐちゃぐちゃに壊滅していて、でそこで結局エンジンをアドリブで入れていく中でね、最初はやっぱりその復興頑張るぞとか自衛隊の人たちありがとうとか、そういう話からこう彼らの言葉を始まったんですけれども、で僕らはね外からこう来ているっていうので彼らのを受けながら、まあ、何か発するっていうような多分役割だったんだけど、だんだんその彼らがねまあ、すごくいろんなことをこう言い始めるんですよ、うん、でそれがすごく僕らはびっくりしながらもやっぱりなんか圧倒的なエネルギーを感じて、うんうん、っていうのもやっぱりその作品を作るときにまずその今回の福島のことってこう考えたときに、はい、一回それに匹敵するね日本の災害をちょっと考えたとき戦後だったんですよ、うん、でもし戦後すぐにそのビデオカメラを持ってる人がいて、で買ってそういうのをこうよく使えてたら、うん、そこでその生き残ろうとした人たちのもうリアルなそのままのそういう
なんか多分ポジティブになるしかなかったりもするような、そういう姿とかがこう記録されたんじゃないかなってこうやっぱ想像して、うん、でこの気合100連発っていうのはなんかやっぱり今の当時の彼らのそのままを残したいと思ったんで、はい、でそのやりました。その中で彼らがこう言った言葉の中でそういう言葉がこう出てくるんですけれども、うん、で被爆最高という言葉ね、とかね、はい、でもそれがねその今回の場合はなんか最初にその炎上するきっかけになったその天井を見たっておっしゃるそのまああの方のコメントビデオでこうネットで流れたんですけど、はい、それがソースになって、うん、でやっぱりなんかこうまあ言ってること全部全然違うこと言ってるんですよ、はい、で言ってる内容も違うしその作品のタイトルも違うし、うん、であともっとひどいのはなぜ僕らがその作品を今回不自由展に出したかっていうとその僕この作品自体が検閲されたことが一回あったからなんですよね、でその検閲バージョンというものを僕ら作って、はい、要はその検閲された時に最近はあの外国でやる時には例えば福島とか、うん、放射能とか、慰安婦とか北朝鮮っていう言葉が NG ワードだっていうふうに国際交流基金っていうその機関から言われて、で僕らはそのまた後ほどになってからなんですけどその検閲バージョンを新たにこうエディットし直して作ったんですよ、うん、で今回はその検閲バージョンとオリジナルバージョンの両方をこう展示していたんですけれども、はい、なんか片方には、ピー音とかを入れて修正しているもので、はい、オリジナルものはそれがないものそうです、はい、でそのピー音が入っているところなんかは例えばそのソースになっているビデオの中のその方がおっしゃるには朝鮮語が分かる人だったら分かるけどこれは在日の人へのメッセージだとかはでも言ってることは福島とか放射能とかなんですよ、うん、でそこがソースになってそれでその持ち起こしましたっていうところから放射能最高被爆最高とかが、まあ、一部だけこう切り取られて、うん、だから歌の中でね例えば曲の歌があった中で、うん、その歌詞の中のもうすごく短いところだけを切り取ってそれで この歌はいかんっていうふうにこう言われている状況で、うん、A メロ B メロサビとか終わり方とか歌声とかそういうのはもう一切抜きな話なんですけども、うん、それでその今はそういう状況っていうことです、ね、なるほど。その全体のその文脈というものがまた切り取られて一人歩きされて炎上のソースに使われているというような状況がまあさらに続いているということなんですよね、はい、でこの、気合100連発という作品は映像作品5分ほどですかね、はい、そうです映像作品なんですけれどもあの映像作品ですがあの言ってる内容は音声でも確認をするということなので、うん、今日はですねこの映像作品を提供していただきましてその最初から最後まで、はいラジオですけれども、はい、の作品をちょっと聞いてみていただければと思います、うん、それでは、お聞きいただきたいと思います、チンポムの気合100連発よっしゃよっしゃよっしゃみんな3月11日に震災が起きてこんな感じになったけどこれからマカレミアに向かっていきましょいじゃあ気合100連発いくよはい復興頑張るぞはい全然負けねえぞはい絶対負けんねえはい俺キューラスを取り戻すぞはいどん頑張れよはい早く右続きの道を見たいぞはい福島はい頑張るぜはい俺たち最高はい相馬市はい海水浴場したいはいやれるぞはい日本最高日本ありがとうみんなが
宮城浜田に、はい、福島さんイカ、はい、イカが食べたい、はい、イカも食べたい、はい、イカだ、はい、中通り、はい、僕頑張ろう、はい、全体頑張ろう、はい、まだまだいけ、はい、岩手、はい、テンパつなげんな、はい、おめえら声で出るんじゃねえか、はい、30マイクロシーベルト、はい、勉強していこう、はい、アミエ頑張れ、はい、絶対負けんなよ、はい、声が出ないよ、はい、俺は頑張るぞ、はい、被爆最高、はい、俺も頑張るぞ、はい、相馬最悪、はい、まだまだいくぞ、はい、放射能が出てるよ、はい、放射能最高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 ですか、はい、放射能最高なんですか、はい、もうちょっと浴びたいよ、はい、放射能最高じゃないよ、はい、ふざけんな、はい、これで100だよ、これでいったら、うわ、うわ、手を準備してもらって、行くぞ、せーの、うというわけで、チンポムの気合100連発を聞いていただきました、はい、この作品は、はい、あの福島のね、あの非常にこう被爆した地域でもあると同時に津波被害もあるような地域で、映像を見るとその廃墟というか、あの非常にこう荒廃した場所で、しかしその、まあ、若者たちがエンジンを組んで、うん、これからの復興に気合を入れていくぞというような、そうした場面での作品なんですよね、うん、はい、南部さんは岩手出身ですけれども、涙がちょっと止まらなくなりますね、うん、海の風の音がすごく入ってる中で、はい、うんうん、もうあの2011年のあの時の、うんうん、思いっていうか、素直に感じたことを、うん、これから立ち上がっていくぞっていうことがとにかく詰まってる、はい、うん、でなんか映像を見ると最後やっぱ海で終わるんですよ、はい、なんかそのパンをして、うん、で、いやだから僕もなんかその、ね、この作品見て泣いてらっしゃる方たくさんいて、で、それ見ると僕もやっぱ泣けてくるんですよね、うん、その場にいらした時のそのかん、ね、肌で感じたっていうか、うん、ビシビシこう向かってくる感情というか、その人たちも共有してる、情報もない状況だし、うん、その先も見えない状況だし、うん、5月とかだと福島にこれから入ることがもうできませんって制限が始まった、うん、時期だったりするので、いろいろなものが不安だった中で、どうにか前に向かおうっていうその感情を、ね、うん、作品としてグッともうパッケなんてタイムカプセルみたいに閉じ込も、うんうんうん、閉じ込めたっていう作品だなっていうのがもう嫌というほど伝わってきますよね、うん、だから今になって例えば文字起こしをしてその言葉が不正確だとかっていうのとはまた違うものであるし、うん、でなおかつその切り取られたその例えば被爆最高などとか放射能最高っていうのも、今言った復興最高とか全てをポジティブに捉えようっていう中で、それでバッと出てきた言葉だけど、でもやっぱりそこにいたエンジンのメンバーもその言葉で止まって、やっぱり最高じゃないよと、ふざけるなっていうの言葉で結合していくから、ある意味では、なんだろう、こう、気合を入れると同時に、やっぱり批判の言葉というか、ふざけるなっていう立ち向かう言葉に使われるキーワードですよね。それにね、やっぱりその、すごく過酷な状況だったじゃないですか。うん、で、その、強烈なやっぱ皮肉だと思うんですよ、僕。で、その、やっぱりもう、そんな最低の状況の中で、どうやって、ユーモアとか、うん、そう、選ばれてる単語は確かにそういうワードかもしれないけど、うん、その言葉になんていうのかな、込められてるというか、そこに載ってる概念みたいなものは全く、うん、なんていうのかな、その言葉が指してることよりもなんていうポジティブなんだよね、いろんなものを含めてるっていうことですよね、うん、それを文脈を切り取って
例えば福島ヘイトだとか、あるいは日本ヘイトだみたいな形で切り取って、むしろその言葉をこう政治的に利用していくようなものというのは、いろんなものをやっぱり思いをこう殺すことでもあると同時に、そのアートやいろんな表現をね、見るというものとまた違うと思うんです。僕はその放射能最高って言ってる彼らのことを考えると、最低な状況を最高こうだっていうふうに笑い飛ばすしかない破れかぶれ感が、やっぱり、しかもこれからそれをポジティブに変えていくよっていう気持ちがこもってるように私には映った、だからなんか、福島ヘイトっていうのはすごく間違ってると思ってて、なんかごめんなさいね、なんか私の涙がこう、新聞さんに。いえいえ、でもそういったその言葉がこう一人歩きすることで、もちろんアートとかさまざまな表現というのは多様な解釈がされうるものだと思うんです。そうですね、受け取る人が。ただその多様な解釈というものが、その現物を、例えば見ない、あるいはその一部を抜粋し、そしてそれに対して批判的なものに利用するという前提のもとで活用されてしまうというようなことがあったりすると、なると、それはやっぱりそのアートを解釈するとか、表現を受け取って、それを認識するというのとはまた別の出来事になってしまうということですね。解釈の解釈になってるっていうことですよね。そうですね。だからやっぱりその彼らにとっては人間参加だと僕これ思ったんですよ。ヘイトじゃなくて。で、どう考えてもね、自分たちがそういうふうに破れかぶれの中で葛藤しながらエネルギー発してサバイブしていくっていう。で、これ僕、そういうとこ人間であるじゃないですか。はい。で、そのアートの話してるんじゃなくて、人間ってそういうもんじゃないですか。だからなんかそれを政治的にそういうふうにこうヘイトだとか利用されたりとか、で彼らの言葉自体がそういうふうにこう切り取られたりとか、で、最初その検出された時はね、彼らの言葉をそうやって公的機関が検出するんだっていうのがすごく悔しかったし、でも今は市民たちがそれをやろうとしていて、はい、なんて国になっちゃったんだろうなって思いますよね。だからそのチンポムというそのアート集団をね、それこそ原爆をモチーフにしたあのテーマのピカという作品で、そのいろいろと物議を醸した後、市民の方々とこう対話をして、また別のあのアート作品であるとか別の企画にこうつなげたりということもあったりして、外から見てると、例えばまあメキシコに行ったりとかいろんな地域に行ったりする中で、当事者たちとまあコミュニケーションしながらインスピレーションを得るだけじゃなくて、その当事者たちと共に何かを作るっていうことを重ねてきたりしてましたよね。そうですね。だからそういうその当事者の方々にしかやっぱりこう発せられない言葉とかアイデアとかで、あとその知識とかね、そういうものをやっぱ最大限リスペクト しないと、その一番リアリティのある表現ってできないと僕は思っているので、で、やっぱり彼らとのそういうコミュニケーションやコラボレーションって、ね、いつも心がけていて、で、それでね、でも例えばその広島のピカの話とかでも批判があったりとか、はい、で、今回も批判があるんだけど、僕はアート作品に批判があること自体は別に全然いいんですよ。で、いろんな解釈をしてもらっていいし、で、いろんな立場で、いろんな人たちが、こう、その話をしてもいいと思っていて。それが干渉ですもんね。そう。でもね、それはやっぱりその事実に基づいて、で、見られたものっていう、で、そのことじゃないと、僕成り立たないと思っていて、で、フェイクニュースになってしまったもので、全く歪曲されたものが作品として出回って、それが批判のソースになっていて、で、見てもいないのに、それ切り取られたとこだけね、さっき言ったけど、その一個の歌の中の歌詞一つとか、だけ切り取られてるとか、単語一個とか、っていうものは、歌を聞いてからじゃないと、やっぱり何も言えないじゃないですか。で、僕はこの表現の不自由点ずっと再開を求めて、まあ戦ってきた一人なんですけども、表現の不自由点だけじゃなくって、いろんな、要するにアーティストの作品がね、ボイコットすることによって見れない状況がたくさんあって、で、表現の自由っていうのは別にアーティストの特権でも何でもなくて、はい、やっぱり観客がね、まずそうやって作品を見る、で、知るっていう権利を最大限引き出すためのものなんですよ。だから検出されちゃいけなくて、そこで閉鎖されちゃいけなくて、見えなくなっちゃいけないんですよ。で、自分で見て、知って、考えることができないと、誰かから回ってきた、そのフェイクニュースやそういうものにはやっぱ踊らされるじゃないですか。で、誰かが強要する生き方を生きなきゃいけなかった戦前のね、日本とか中国や北朝鮮の状況とか近いものがありますよ。で、だけど自分たちの人生を自分たちで生きることっていうことに基づいた権利であって、表現の自由っていうのは。で、だから僕はずっと言ってきたんです。その絶対再開すべきだっていう。で、作品が見られるべきだっていう。
だからこれで批判を持ってしまった方々がいたんだとしたら、まずはやっぱり見てほしいし、だから今日この作品を流したいと思ったし、それで、知ってほしいし、自分で考えてほしい。誰かの言葉にやっぱ踊らされないでほしいっていう。うん。表現の自由が知る権利とこう重なるというのは、そうです。やっぱ誰かの表現を誰かがアクセスするということの自由というものと密接に結びついているからだと。うん、だから今回それが違った仕方で、むしろ自由は手放していいものだ。それは制限されて叱るべきものだ。というような形で使われることに対して、まあ、危機意識を持っていらっしゃるということになるわけですよね。そうですね。うん。というわけでお話を伺いました。後ろさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。アーティストユニットチンポムのリーダー、後ろ龍太さんにお話を伺いました。はい、というわけで、タイムリーにいろいろなニュース、やはり情報を取り巻く出来事あったりします。僕も間違ったことを発言したりもしましたけれども、それは訂正させていただきましたが、同じようにそのネット上でいろいろと広がっているような情報に対する付き合い方などについても、ぜひ考える一つの。そうです。